はいどうも、合羽園長です。じゃあこの動画ではね、この方も久しぶりかな、まあ元芸人さんのね、このオリラジのね、この中田さんね、中田さんがまたなんかちょっとプチ炎上ぐらいかな大炎上っていう感じでもなさそうなんですけども、まあ、YouTuber に今ね、この転身されてね、活躍してらっしゃいますよね。で、まあ、YouTuber に転身した元芸人さんの、オリラジ中田さんが、まあ、自身のこの YouTube のチャンネルでね、なんでかわかんないですけど、YouTube で成功してるのに、テレビになんか、改めて宣戦布告みたいな、まあ、テレビに戻りたいってことなのかな、これ。出せるもんなら出してみろよと。出せるもんなら出してみろよって、なんだろう、これ、ね。挑発中みたいな、ね、そういうことらしいんですけど。ね、まあ、中田さん曰く、ね、俺のことテレビに、ね、出せるもんなら出してみろよって言ってるんですけども、なんだろう、テレビ出たいっていう、そういうアピール、そんなことする必要あるのか ね, ね。だってテレビのなんか、いろいろなこのしがらみとかさ、制約とかさ、かそういうのがめんどくさいし、ね、嫌だと。しかも金にならんと。だから見切りつけて YouTuber に、転身したんじゃなかったっけ、この人。まあ、細かいなんかそのいきさつは忘れちゃいましたけど、とりあえずなんか自分の意思でテレビに見切りをつけて出てったような気がするんですけど、違いましたかね。なのだとしたら、なんでまた、ね、しかもその YouTube でね、どうにもね、この鳴かず飛ばずでさ、ね、どうすることもできずに、すいません、やっぱりって言うんだったら分かりますけど、YouTuber として成功してるじゃないですか、この人はこの人で。ね、うん。で、まあちょっと内容見ていきましょうかね。オリラジ中田さんがテレビに宣戦布告、ね、俺のこと出せるもんなら出してみろよと。いや、スタートが YouTuber で、ね、YouTuber 界隈で、かなり知名度が上がりましたと。ね、で、この、テレビにっていう人だったらさ、わからんではないですけども。もともとテレビの人だったんでしょそれでなんか、YouTuber に転向したのにもう一回テレビに宣戦布告ってなんかよく意味がわかんないですよね。で、笑いコンビオリエンタル、まだ一応これ芸人さんは、辞めたわけじゃないのか。オリエンタルラジオは存続してるんですかね、これちょっとよくわかんないですけど、笑いコンビオリエンタルラジオの中田敦彦さんが28日自身の YouTube チャンネル中田敦彦中田敦彦を更新し、テレビに宣戦布告する場面があったんだって。本当にそういう内容だったのかななんか変な感じなんですけども。一応マスコミの記事なんでね、日本の。中田さんが YouTube を活動を始めて4年。4年。メインチャンネル、トークチャンネルの累計登録者数が523万人を超えてると。4年で500万オーバーって相当ですよね。まあ、もともとね、芸人さんで、ね、この一定のファンの方がいる有名人だったとはいえ、ここまでやれてる人って、ね、元芸人さんとか元スポーツ選手でも、そんなにたくさんはいないんじゃないですかね。もちろん上には上がいることは分かってますよ。ね、それでも大したもんだと思うんだけどな、僕みたいなのが偉そうに言うのは変ですけども。で、再生回数は11億回超えるなど、日本の芸人でも、最も成功したといえる輝かしい実績を残している。ね、だから別にわざわざもう一回テレビでなんていう、そんななんか、ね、みっともしょっぱい真似する必要がどこにあんのかなってちょっとよくわかんないですけども。で、28日の動画で映像メディアの覇権バトル、テレビ対 YouTube というテーマでトーク。中田さんは、俺はこの喧嘩負けたくないんだよ、テレビやめてるんだから、やめてるんですよね、出ねえぞって、スタジオに行かない気満々でシンガポール来てるんだから、俺のこと出せるもんなら出してみろよ、リモートでしか出ないからなって、それが喧嘩なんだよね、みんなは仲良くしてって思うんだけど、それがあんたの生き方だろってと熱い思いを語るって書いてあるんですけど、本当にこういう内容だったんですかなんか言ってることが違くないですか、この通りだったらね。なんか日本のマスコミになんかまた、ね、おかしなこと言ってるぞ、ね、YouTuber 中田がみたいな感じで利用されているんじゃねえのかなって。まあ分かんないですけどね、わざわざなんかチャンネルの動画見て確認するまでもないかなと思ってあれなんですけど。で、中田さん曰く、俺は噛みついていきたいし、戦いたいと、
YouTuber としての銀字を示していたって言うんですけど、別にテレビ屋連中 VS YouTuber、ね、対決しなきゃダメなのこれ。ちょっとなんかよくわかんないですけど。ね、なんかどっちもやって、ね、どっちもうまくいっている、そういう人は まだ少数なのかな、ね。できる人はやればいいだろうし、ね、YouTuber には YouTuber の、ね、テレビ屋連中にはテレビ屋連中の、ね、うん、それぞれなんか強みというか、でそれぞれファン、サポーターというか支持してくれる人がいるわけでしょ、うん、それでいいんじゃないの。別にどっちが上とか下とかって話じゃないような気がしますけどもね、うん、まあ、別にこれ特にこの中田さんのことをね、オリラジ中田さんのことをまあ擁護する意図もないですし、僕はまあなんか熱心な支持者でもないんですけども、ただ一つなんか同じではないですが、まあ僕も一応ね、この YouTube やらせていただいている人間の端くれ、ね、一人として言わせていただくと、この中田さんこう、なんだろうな、このパヨった部分がなければ、もっともっとなんか日本のこのね、ファン、支持者増やせるんじゃないのかなって思うんですけどもね、この辺がもともとこの芸人さん、芸能人からっていうところだからしょうがないのかもしれないですけども、そこがちょっと残念ですかね。他はなんかそのなんていうのかな、一演者としてね、この YouTube 僕みたいなのがね、この偉そうに言うことじゃないんですけども、うまいなとは思うんですよね、うん、あのチャンネル動画ね、何個か見せていただきましたけども、なんか喋りっていうんですかね、トークスキルっていうんですかね、な要はこのスピーカーとしてのまあ、例えばなんかその中田さんこのね、批判している人、たちのな、まあ、いくつか、ね、なんだろう、多い意見の中にセリフ喋ってるだけとか、なんかただ喋ってるだけとか、なんか読んでるだけとか、そういうこの意見が批判する意見が、ありますけど、仮にただ読んでるだけだったとしても、まあ、YouTube ですからね、当然だってテレビだってシナリオ、まあ、トーク番組でフリートーク、あ、そうそうそう、ね、よくなんか言われるのこのフリートークね、だからまあアドリブが効かないみたいな批判をこのされてる人が多いですけどもね、じゃあ仮にそうだったとして、まあじゃあそれが原因でこのねテレビでなんかこのバラエティで、なんか呼ばれなくなったとして、ね、YouTube に行きました。 YouTube だったらほらね、まあ、ライブ、この人ってなんかトークライブ的なことってやったりしてるんですかね、ちょっとわかんないですけども、まあ、YouTube 普通にこの動画ね、投稿するだけだったら、ね、別に編集後でするわけだし、ね、で当然シナリオ、うん、あるわけでしょ。だとしてもこれただ読んでるだけ、ただ喋ってるだけっていう人は多分やったことがないんでしょうね。これただ喋るだけ読むだけでも結構やっぱりね、露骨に差出ますよね、人によってね。うん。ね、シナリオがあって、ね、ただそれセリフ読んでるだけじゃん、話してるだけじゃんって言われますけども、ね、言う人はじゃあ、うん、あんたらそれじゃあ同じこと同じようにやって、ね、中田さんと同じレベルで喋れんのかって言ったら、多分ほとんどの人が無理だと思いますよね。うん。そう。だからこそ、ね、もともとね、それなりにこの有名人で、ね、芸能人、ね、テレビでそれなりにこの実績、芸人さんとしても、ね、結果出してきた人が、ね、YouTube でも、ね、活躍しているんだから、余計なんかこの頼ったところが非常に残念ですよね、僕個人的には。まあでも芸能バタでね、テレビや界隈で来た人ってみんなそうなのかもしれないんで、しょうがないっちゃしょうがないんですけども。でもほら、まあこれもね、日本のこのマスコミ調べのこのランキングなんで、ね、全く当てにならないっちゃならないんですけども、でも一定のこの支持は得てるわけですよね、この教育番組としてっていうのがなんかちょっとね、うんっていう感じではありますけども、うん。だからその頼ったところがなければね、もっとね、いいのになーって、もったいないなーって、ね、なんで池上先生なんですかね。ね、うん、あれがないだけでも随分変わると思うんですけどもね、うん、ね、せっかくなんかこうね、本をね、噛み砕いてね、自分の言葉でね、まとめてね、なんかこう喋ってるね、誰でもできることじゃないんだからね、その誰のね、どういう思想の、どういう人が書いた、どんな本を持ってくるかっていうのを、もうちょっとなんかね、選んでくれても良さそうなのにね、なんで池上先生なんですかね。非常に残念だと思いますけど。
そう、だから僕一、ね、この YouTube の演者としてね、うん、中田さんこの喋りはすごい上手だなと思うんですよね。内容がちょっと言いたいところがあるのが残念だなっていうだけで、うん、まあ、そう、だからそんな中田さんがね、なんでわざわざね、この YouTuber に転身して、ね、成功している、成功者の一人なのに、ね、なんでこのテレビにこだわるのかも、なんかちょっとよくわかんないですよね。まあ、とりあえずなんかそういう、この噛みついていきたい、ね、戦ってるスタンスで、っていうのが、まあ、理由らしいんですけども、うん、別に YouTube は YouTube でいいじゃないですかって思うんですけどもね。うん、ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。